上の歯も下の歯もしっかり噛んでるような親知らずは、はっきり言って抜かんでも噛まへんねん。お口開けてください。口元美容代わりです。そうやね、よう聞かれる質問があんのよね。親知らずって抜いた方がええの？いや抜きたくないねんけど、ほんまに抜かなあかんの？とか、これって気になった人いてません？結構あるよねこの質問。そうなんよ、親知らず抜かなあかんかどうか大きい問題やろ。だってな、いろんな噂があるやんか。もうえらいことになってめっちゃ痛かってんとか、はぁすっごい腫れてなパンパンになったわっていう人とか、なんかここらへん青たんできてとか、いろんな話が飛び交ってるからさ、なんか親知らず抜くのって怖いな思ってたりせえへん？親知らずって一概に言うてもさ、生え方によってもやっぱり違うわけやんか。しかも上の歯の親知らずなんか下の歯の親知らずなんかによっても全然考え方ちゃうのよね。そう、上の歯の顎ってめっちゃ骨弱い柔らかいスカスカの歯骨やったりすんねんな。下は硬いしっかりした骨やねやんか。そうやね、全然違う骨やねやんか。で、上の歯の親知らず抜いた後ってまああんま痛ないへんわね、普通で抜けたら。まあたまにひどい生え方で骨めっちゃ割れてもうたとかやったら痛なることもあんねんけど、まあ大概そんな痛なれへんねやんか。抜いた後麻酔が冷めた後な、しばらく麻酔効いてるからさ、抜く時に麻酔するから、その麻酔が冷めた後、いや痛み止めも飲まんと痛くなく過ごせましたわーいう人も半分ぐらいおんのよ。だから上の親知らず抜くのってそんなに心配せんでもええかなって思うねんな。ただ下やんね、下、下の親知らず、まっすぐしっかり生えてて、上の歯も下の歯もしっかり噛んでるような親知らずは、はっきり言って抜かんでも噛まへんねん。機能してるんやったら、食べる役割果たしてくれてるんやったら、そのまま置いといたらええけど、磨くのは大変やから、よー磨かなあかんけどな。でもそれができるんやったら、置いといてもええと思うねんな。ただし、横向いて親知らず生えてますねん、前の歯押してまんねん、いうような生え方の親知らずは、抜いた方がええ時が多いなーと思うわ。大体やね、下の歯が歪んで生えてる時ってこんな感じ。ほらほら。こんな感じ。見えるかな？そう。この隙間ってさ、歯の7番目の歯と親知らずの間の隙間。ここにばい菌入り込みよんのよな。ここにばい菌入り込んで、磨かれへんから虫歯になったりすんのよ。で、親知らず虫歯になってから抜いたって噛まへんねんけどさ、手前の歯の根っこのとこで虫歯、同じように虫歯になったらさ、やばない？せやねん。それが嫌やねやんか。この親知らずがあることで手前の歯まで虫歯になって抜かなあかんようになった。根っこ使われへんやん、抜かなしゃあないやん、みたいになんのが勘な思てんねんな。だからこんな生え方の人っていうのはやっぱり歯医者さん行って相談した方がええと思うわ。っていうのはさ、歯って上の見えてるところだけ硬い組織でできてんねやんか。ここ肉くっつかへんねん。肉くっつかへんのが肉の中におんねんからさ、隙間できるやんか。くっついてぐちゅっとしっかりと覆ってくれへんねんから、そこにばい菌入り、ゴムシ、歯ブラシなんか入れへんし、だから磨かれへんから抜いた方がええっていうこっちゃねんな。しかもやな、一回腫れた経験があるような人、痛なったことがあんねんっていう人は絶対抜いた方がいい。ってことは、自分はこれからさ、どん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 年重ねて抵抗力とか免疫落ちていくわけやんか。そんなんばい菌に負けたことがあんねんやったら、これから先負けることが出てくるってことやんか。そんな体験するんやったら抜いといた方がええし、例えば女性や、女性ってさ、ホルモンのバランス崩れるやんか。月に1回崩れるし、しかも妊娠出産とかめっちゃホルモンバランス崩れるからさ、そんな時に限って腫れよんのよ。だからそんな時薬飲みたないやん、抜いといた方がええねん。若い女性はだから妊娠出産まで抜いた方がええよっていう人は結構いてはる。歯医者さんで聞いてもらった方がええよ。ほんでほんで、抜いてから24時間ぐらいは痛み出んねん。そらそうやんか、穴ボコボコンとできんねんで、傷口そら痛いわな。足とかでも腕とかでも擦り傷できてさ、中の身見えてたら痛いやん。同じ同じだから、抜いてからかさぶたができるまではちょっと痛いねん。でもその後
48時間後に腫れてくるって言われてるやんか。そう、リンパ節が腫れてくんね。リンパっていうのはばい菌の死骸とかを処理する下水道やからさ、炎症後の終わったものがどん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 流れ込んで腫れてくんねんな。だからそんなに心配なんけど、見た目怖いやん、えらいことになったって思うやん。だからこのイベントあったりしてさ、いろんな人に会わなあかんとかっていう時は避けた方がええと思うけど、大丈夫、それもだんだん引いてくるから、しっかりお薬飲んで炎症を収めて、ほんで痛み止め飲んで、ちょっと熱ぼったかったらタオルとかで、濡れタオルとかで冷やしてってしてなあかんかもしれへんけど、まあその一回しんどい思いすんのと、何回も腫れて痛いのいつか抜かなあかんねやったら、まあ早い方がええんかな、抜いた方が。そんな腫れるような歯はってとこやんね。うん、だからどんな風に生えてるかとか、磨けてんのかとか、そういうことが抜くか抜けへんかのポイントにもなってくると思うから、自分の歯の生え方レントゲン撮ってみてもらって。はい、親知らずって絶対抜かなあかんの？まあ絶対ってことはないから、自分の歯がどんな風に生えてるかっていうのを診断することが大事やんね。こんな横向いて生えてる歯は要注意です。参考になりましたでしょうか？チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくお願いします。またねー。